ウラジーミル・エフゲニエビチ・チューロフは、ロシアの政治家。2007年3月26日から、ロシア中央選挙管理委員会委員長。元ロシア連邦議会下院国家会議代議員。1953年3月17日、レニングラードに生まれる。1977年レニングラード大学物理学部を卒業する。1992年から2003年まで、サンクトペテルブルク市対外関係委員会で勤務する。この対外関係委員会の議長を務めていたのが、ウラジーミル・プーチンであり、彼の下で1995年から2003年まで、副議長の職にあった。レニングラードと、ロシア連邦共和国の人民代議員を務めた、マリーナ・サリエによるとチューロフは、KGB で勤務していたという。2003年12月から2007年3月まで、ロシア連邦議会下院国家会議代議員を務めた。院内ではロシア自由民主党会派に所属した。2007年1月30日、選挙法改正により、法学位を持たない人間でも、中央選挙委員に選出されることが可能となり、チューロフは、中央選挙管理委員に選出された。2011年ロシア下院選挙では、下院選挙で不正が行われたとして、およそ8000人が参加する、反政府抗議デモが、モスクワで発生し、ウラジーミル・プーチン首相と、ロシア連邦政府を糾弾した。チューロフは、中央選管委員長として、選挙結果は不正はないという見解を表明した。2011年ロシア反政府運動では、選挙結果の見直しや不正疑惑の解明、さらにプーチン、メドベージェフの退陣などが要求されたが、チューロフの中央選管委員長からの解任も要求された。2011年12月23日、大統領直属人権評議会は、下院選挙の不正疑惑を討議し、チューロフに中央選挙管理委員長を辞任するように勧告した。税7-2012。ファイ税、ファイ30-2007、N6 ファイ税、21ファイ。税税、ファイ、RG、RU、2フェブラリー2007税、バイシュザンナ、ファリゾバ。ビクトール・コンライエブ、イリーナ・ネゴルニック、コーマーセント、ジャニュアリー20、2007、-2011。フォーブス、http://www.forbes.ru、サーベテア、ブラスト。77204バイブリー-2011、コレクトシア・ナルシニア。ロシアにレクションプロテスツ、フォローライブアップデーツ、ガーディアン、リトリーブド10、12、2011、選管委員長に辞任勧告ロ大統領直属の人権評議会。MSN3系ニュース。2012年6月17日閲覧。ありがとうございます。